ノックアウト使われると倒れた人の場所がわからないんで近づけないんですよ。ああなるほどね。釣られる瞬間までわからないんですけど、共感があれば倒れる瞬間までは見えるんで。そうか、持ち上げられるまでは。なんで血族とか共感とかあの辺が結構バーベキュー&チリのメタパークとして優秀、うん、またドクターや。マジか。またドクターやわ。しかも岩越しにもべし当てられた。電撃。はあ。よいしょ。襲われてる。さあどうしよっかな。ってことはここは安全ってことやな。うわ遠くの方で逃げていく歳三さん安心。おお。すごい安心感。赤。こんな何回も。いやー厳しいな。あやばい。おおもう怖っ。ドクターに関しては最初に見つかってもうたらもう終わりみたいなとこありますよね。ほんまに良くないね。ドクターはほんまに良くないわ。ちょっと強くなったから人口増えたし。いやあかん、これ窓は越えられへんな、電撃食らったら。あ、そうそう、コメントにあるけど、ドクター電撃でポイント稼げるから結構2倍期間増えるんですよね。いやー、あ、これもしかして地下。嘘。あ、確かにこの声は地下ないわ。あ、地下や。あはもう。うわ、レベル3で地下はえぐいな、どうしよう。いやー、時間たっぷり使っていこう。ちょっとこっち側にある2つあるんで、一番多分橋やと思うんですけど、貧乏くじや。いやもうこのゲームでもそれ引いた時はしゃあないですからね、正直。うーん、あさささっとおじいちゃん来てくれた。そんな別にキャンプ気味の敵ではないって感じですけど。そう、あでも寒いっちゃったら戻ってくるやろうな。あ、でもタゲじいちゃんに撃つ。うん、おじいちゃんの方行ってくれたね。そしておじいちゃんがこっちに向かって走ってきてるのがめっちゃ不安。ちょっともうこれだけ直してしまいたい。あ、でもどうなんやろうな、ここ細長いマップですよね。そうかな、細長いマップで片側にある発電機2つとも直してしまうと後半困るときあるんですよね。あー、わかる。これギリギリで止めてそっち側行こうかな。こっちでもう一つ直ってくれればこっちも直すけど。やばい。あはー、うまうまいかよ。そう。あかんわ。あ、しまった、これ登ったらもう絶対死ぬ。高台に登ったら鬼にしたら絶対倒せるよな。結構あるやん。発電機を直してしまう。いやーナースコール持ってたんかな。物陰におったけどまっすぐ来たな。ドクターは基本ナースコール持ってるってもう今考えた方がいいですね。幻影が見えた。あ、またおじいちゃん。やっぱり見つかった。ありがとう。今こっちにいるので、ほいほいほい。ドクター巻きづらいな。ドクターはなあ、ほんまにな、悪いやっちゃな。だけ直してもらえると多分かなり、こっち側に一つはまだ残ってるんで。オッケー。一回目やもんね。ただドクターそっち側行くかも。この感じ。あ、そっち行きましたね。
そっち、おじいちゃんと多分としおさん2人いるんですけど、うん、そうやね、おじいちゃんが声上げたから、あ、メグ助けてくれた、ありがてえ。よっしゃ、うわぁ、あと1つやけど、これどうしたの、俺もう後がないからな、2回釣られてて、ちょっとこっち側で仕事がないな困ったな。あ、じゃあこっち来てもいいんじゃないですか、こっちメグもいるし。なんかあれやな、あの上京するときみたいやななんか来ちゃえばいいじゃん、なんか、うん、先に上京してるやつがもう住むとこ決まらへんのやったら、うち一緒に来たらええやんみたいなもう全然ドクターも来へんし、こっち楽よ、何かと、こっちはほんま、なんか空気も綺麗やわ、おじいちゃん一人やな、おじいちゃんはやっぱ田舎におるんや、田舎なんやな向こう側におるんや若者はもうさっさとこっち来てもうて、さあでも多分これで真ん中に2つ、奥側に1つですね、うん、さてどうやって直そうかな、おじいちゃん何回も助けてくれたから助けたいけど、俺もう釣られたら終わりやから無理せん、行きます行きます、うん、メグが1回も釣られてないんかな、で私が1釣りやから、これドクターとうまいことすれ違えたら、いや、いるな、どこや、どこにで、おお、マジか、やばい、なんや、隠れるとこない、心音エラーしてるな、やばい、これ隠れられへんな、いや、多分心音拡大パークつけてるんちゃうかな、いやー、あー、おじいちゃんが、あ、行けます、おじいちゃん、いける、お、OK、ナイス、あ、でも来てるな、あー、おったおった、あれか、あ、なあ、見つかってない、なあ、うわ、見つかってる、マジか、見つかってる、じゃあ、よいしょ、そうか、これもあらかじめ板を全て倒してしまって時間を稼げる、ナイス、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒りながら板割ってる、やっと思った、あかん、あの心音範囲内でスキルチェックムズなるやつが、よっしゃ、まいた、いや、神がかり的なタイミングでスプリントバーストが発動した、あ、よっしゃ、嬉しい、嬉しいやつ、あー、この板、この板、板じゃない、あれどうやって見ます、ここでこんな袋工事で、あ、でもやるしかないな、やるしかないな、あー、そこか、フックどこに連れていかれるかな、スキルチェックがむずい地下じゃない、おお、あ、じゃないんですけど、多分それそっち行きますよ、まあ逃げるんか、あー、うわ、最悪のタイミングでスキルチェック来た、これはでも、同じ方向行ってもだ、これ今誰が追われてる、あー、そっちか、おじいちゃんが助けに行ったな、助けに来たけど、これ今助けられるとこっち向くんちゃうかな、大丈夫かな、メグを追ってったかな、うん、メグを追ってる、あー、俺のとこ来たわ、うー、あー、幻影やった、この板、そう、板じゃないやつあるでしょそうか、そうか、さっき伊藤倒しまくって壊しまくってたもんな、 その辺の板結構壊れてるんで多分ほとんど残ってないです、ふぅ、ここで倒れたらまたそれでも年男さんうまいこと釣ってくれたらさっき修理しかけてたやつ直せるかも、あ、ちょっと待って、おじいちゃんが
おじいちゃんが釣られてるな。発電機が直されんな、あそこ。っていうか、お互いなんでこんな近い距離でセルフケアし合ってんねん。ちょっと、これ多分ナースコールで見えてるよな。そうか、俺逆境魂外してもたんや。え、先直してた発電機どれですか。あー、ここか。あー、分かった分かった分かった。そして近い、うん、これ発電機2つは修理しないと。あ、やっぱナースコール完全についてるな、これ。もうあかん。ちょっとマップ中央にある発電機直しに行きますね。うわ、マジか。俺はるけど釣られへん。完全にナースコールついてるな。これもしかしたら敵もポイント狙い、稼ぎ狙いでかもね。今でもメグが追われてます。発電機直し、あ、でも向かったな。やべ、あ、多分見つかった。じゃあおじいちゃん起こせると。あ、これ多分いたじゃない、いたじゃない。あ、逆か、メグじゃなくてトワコさんか。これもいたじゃない。オッケー、危ない。あ、それじゃあ起こしてもうて。ナースコールついてるやろな。いや、あ、ごめん、おじいちゃん、むずくなるやつすごいな。おじいちゃん申し訳ない、なすりつけみたいなって思った。いやー、ラスト1個で、ラスト1個でなかなか大変やな。自分予想通りあれなんですよね。あ、じゃあ僕ちょっとこの鬼できる限りそっち側から遠ざけるように走るんで。うん、ちょっと、よし、こっち側来い、こっち側来い。お、いけるかも。今また3人で、あ、いや、ちょっと待って、引き返しましたね。マジでどうやろうな、3人やから意図がバレたかも。今6割7割え、でも多分引き返した感じもうすぐそっちに行くはず。つけるとこまではいけそうやね。あ、来た、心音来た。よし、ゲートが、あ、微妙な位置やな。そうやね、まあ二手に分かれたから、こっち側開けに行こうか。さあ、どうなるかな。やばい、見つけられるなこれ。あー、見つかった。こっちのゲートはもう、こっち、あっちから。なんでやねん。中央にあるゲート、あ、こっちにあるゲートをメグが今開けてます。あ、行きましょうか、そっち。俺はもうあ、じゃあ行きましょう。ダメ、こっちそうでしょ。別の方向に、もうあの敵の方向いてて、トワコさん見えてなかった。ちょっと待ってよ、このドクターここで釣るから。おじいちゃん、あ、おじいちゃん脱出してる。あ、これはあかん。もう見てなかった、そっちを。あー、すまん。あー、よーし、サクッと抱えられて。まあでも、開幕のあの、まあまあ確かに、あの状況から考えたら長生きしたな。あれ、あ、これはもしかして、あ、ヤサオニ、あ、ヤサオニや。そうか、やそれでやっぱ俺を釣らんかったんやな。そう、多分ポイント狙いそうでしょうね。うん、まあでも確かに3回目釣れる状況でも持ち上げんかったもんね。まあ確かに鬼めっちゃ稼いでますわ。一番稼いでる。